グルメ回してまーす。はい、ちょっとね、はい、ちょっと先輩との進展があったので皆様に報告しようと思ってショールーム回してまーす。ちょっとなんかさ、ライトのせいで私顔が怖い。はい、犬も来てまーす。はい、これクロ君ここいで来なかったみたいですね。はい、あのですね、私ジオンさんとジオンさんをラーメンに誘うって宣言したんですけど、ブログに書いてくださってて、ジオンさんが、あ、亀のジオンさんがブログにシウマちゃんとラーメン行きたいみたいなことを書いてくださってて、それで、はい、そうなんですよ。ちょっとで、はい、ちょっと連絡先を交換することができました。やった、宣言しました私は。はい、それで今度ちょっとラーメンに誘おうと思います。やった、連絡先をね交換することができたんですよ。やりました。いや、もう本当にこれを皆様に伝えたくて急遽ショールームを回しました。今何ラーメンが好きかアプローチをかけてるとこです。はい、皆さんこんばんは。はい、やばくないですか、もう昨日の今日で交換しちゃったんですよ。やったね。はい、ということで急遽もうこれだけなんですけど、嬉しさのあまりの配信です。はい、もうめっちゃ超緊張したんですけど、もうやっぱじっと見つめてしたらなんか、あーみたいな、あーみたいなで、うわーってなって、ちょっと待って、語彙力がないんですけど、なんかじっと見つめてってしたらなんかもう微笑みかけてくださって、それで私そっから話しました。はい、やったね。ちょっと今ね、何のラーメンが好きか聞いてるので、ラーメンに行ける日も遠くはない。やったー。はい、ジオンさんと、はい、先輩で他に交換した人は、芸研でそのお話することで、あやぴょんさんと、ケイトさんと、はい、は交換させていただきました。で、あとは池ほのかさんとも交換しました。はい、池ほのかさんとはもうずっと前からそのお食事に行く予定を立ててて、今ちょっといろいろ忙しくて行けてないんですけど、行く予定が、はい、あります。ふわさんはまだ交換できてないんですよね。ちょっと次頑張ります。やっぱりそう、自分からあんまりいけないタイプなので。あ、前田玲子さんももちろんありますよ。はい、はい、あ、池ほのかさんが多分一番先輩としては仲がいいのかもしれないです。いや、はい、結構仲いいです。石田由美さんまだ連絡先交換できてないんですよね。はい、まあでもなんかちょっと緊張しちゃって今更感もあるし、なんかあんま話しかけられてないんですよね。はい、ライトが調子悪い、やばい、また見れてなかった。うわー、ごめんなさい。みんなの白米さん、いただいてありがとうございます。はい、いや本当にちょっと進展しました。一歩成長しました。あ、ソルジャーさん、ハートのメーターありがとうございます。はい、もうやったね。今日めっちゃ勇気出して話しかけました。あ、ナンバラ
テイコさん最高ですよね。そして今日はね、あのレイポンも出てるということで、あとはねナンバラちゃんでリョウピとレーニャが出てるんですけど、皆さんどうでしたか？私もね配信で見てました。はい、どうしよう、石田ゆみさんちょっと今度声、いやでもちょっと緊張するんですよね、今更感が本当にあるし、なんか、はい、あ、ゆかちゃんハントありがとう。はい、いやナンバラね、でも出たいって言ってるので、もしかしたらあるかもですよね、はい、いやハートの独占権したいね、したい、それはしたすぎます。わあ、嬉しい。やったー、みんなさん、あ、あまたさんハートありがとうございます。やっと見れた、あ、ことちゃんやっほー、やっとパイセンは卒業したら後悔するかガンガン言った方がいいよ、本当に頑張ります、もうガンガン行きます。私あと先輩で仲良くしたいと思ってる先輩がいて、みーきさんがめっちゃ仲良くしたく、今日も目合って手を振ったんですけど、手を振ったっていうか振って振られてみたいなそうなんです、はい、なんか前回のライブでみーきさんがそのなんかだってだってだってでその前で踊ってらっしゃったんですよ。それでなんかもう踊り方に惚れて、なんかわかりますか、のしなやかな感じ、その私も本当に0か100しか出せない人間なので、そうなんかそうなんですよ。でも多分キューキーの中で私が一番みーきさんと仲いい自信ありますよ、写真も何枚か撮ってるし、いやだからちょっと仲良くしたいですって、はい、あ、たしたしさんファイトありがとうございます、頑張ります、はい、ごめんほんまよかったよ、すごいありがとうありがとう、はい、そうなんですよ、そうです、みーきさんと仲良くなりたいんですよ、はい、でもみーきさんすごく優しくて本当に、はい、そうなんです、だからちょっと今度話しかけて、話しかけたいなと思ってます。でもね、なんて話しかければいいか分かんないし、どうしようとなんか本当に先輩と何話したらいいか分かんなくて、うん、あ、またゆまちゃんが出てる公園行きたい、ぜひ来てください、はい、やって毛糸取り調べ室もいいですよね今度、はい、この前ね天奈が出てたので見ました、私、皆さん見ましたか、ぜひ面白いので見てください、はい、タピオカ好きなんですか、いや頭に浮かんだ言葉、いやでもなんかもうなんだろう、もうなんか頭に浮かんだ言葉だったらもう本当に可愛いとかしか出てこなくて、なんかもう可愛いずっと言い続けるのもきしょいなと思って、なんか話のなんかないんですよね、みんなどうやって先輩と仲良くなってるんだろう、そう、でも皆さんがちょっとモバメでその先輩のこととか相談したら皆さんすごい返信くれて、ちょっと参考にしてます、皆さんありがとうございます、はい、本当に、あ、ホリーさんハートありがとうございます、
いやめっちゃ、でもめっちゃ仲良くしたいんですよ。だからちょっとね、どうしようかなって悩んでます。いやもう私もう本当に DD なんですよね。もう本当になんか先輩めっちゃ仲良くしたくて、どうしようかなと思ってます。今度夏かなりそこで仲深めちゃうかも。そうなんですよ、今リハーサルがあって結構そこで先輩方と会うんですけど、本当なかなか話しかけられなくて、はい、最近西山のことが NMB で一番好きになりかけてる僕は変わり者ですか。いやそんなことない、そんなことないですよ。変わり者じゃないです。やったね。はい、堀しおんさんと通称待ってっていいですか。いやでもね、堀しおんさんも結構話すんですよ。それこそなんか、一番最初に話した先輩かも。そんなに話すってわけじゃないんですけど、なんか前田玲子さんと連絡先を交換する時もなんか、あ待って見えてる見えてる、一緒なんか前田玲子さんと連絡先交換する時もなんかその堀しおんさんがなんかマイハニーって呼んでくれて本当に感謝してます、はい、あ天田さんハートのオーバーありがとうございます。いやーじゃあ、ありがとう。いや本当に、いやリハーサル期間が一番あれですよね。どうしよう。いやもう どうしよう。もうそれで最近ずっと頭がいっぱいです。あイニシャル D ちゃん、ビーチボールありがとう。あスパークショウイチさんもハートありがとう。いやこもうどうしよう。ラーメン、あでもラーメンは話しかけやすいですよね。ありがたい。青い豆腐さん星ありがとうございます。そうですね、やっぱリハーサル期間が一番仲良くなれるからこの期間を逃したくない。スパークショウイチさん、だるまありがとうございます。どうしよっかな、ちょっとでも頑張ります。サインもらえませんか。やばい。あ、ゆうかちゃん、なんだこれ、七夕、七夕ありがとう。願いが叶いますように。いや本当に全人類話したらハッピーになっちゃうね。ハッピー。いやバカポンさん、なんかもうラブラ、なんかアニメもそのやっぱ話できるかなって思いますよね。ちょっと頑張ります。いやでも頑張る、頑張ります。あと5分だ。いや前田玲子さん、前田玲子さん本当になんて話したらいいんだろう、本当にわからないんですよね。しんちゃんさん、しんちゃんビーチボールありがとう。いつも覚えてますかっていうしんちゃん、覚えてますよ。ゆまちゃんが先輩と仲良くなりますように。ありがとう、先輩と仲良くなりますように。七夕お願い事は、七夕はやっぱりその先輩と仲良くなれますようにか、活躍できますようにかな。はい、あことちゃん星ありがとう。アニメ、いやでも急になんかアニメ好きなんですか、楽しく聞きに行くの怖くないですか、大丈夫かな。あまたさん七夕ありがとう。あまたさんの願いが叶いますように。やばい、足撫でさせてくださいはキモすぎる
あ、ダニエルさん、くまちゃんありがとう。じゃあそろそろね、あの時間があれなので、あれを読もうかな。あ、イニシャル D ちゃん、七夕ありがとう、願いが叶いますように。はい、あ、ホリーさんも、誰もありがとうございます、ありがとう。今ちゃんともっといっぱいあって、今勝ちできますように、できますように。やばいやばい、時間が。皆さんギフトありがとうございます。そう、覚えてますよ、いつも自分のこと覚えてますかって、もう3回くらい聞かれた。しんちゃんもう覚えてるよ、もう。はい、確定。やばい、あと3分だって。やばい、急いで読みます。はい、誕生日ます。13位林さん、ありがとうございます。12位しんちゃん、しんちゃんありがとう。11位直行健さん、ありがとうございます。はい、10位りょうりょうご45333、ありがとうございます。はい、9位たしたし、ありがとう。8位かぼちゃなかずさん、ありがとう。7位いっちゃん、ありがとう。6位青い豆腐さん、ありがとうございます。5位あまたさん、ありがとう。4位トミーさん、ありがとう。3位イニシャル D ちゃん、ありがとう。2位スパーク翔一さん、ありがとう。そして1位はみんなの白米さん、ありがとう。皆さん本当に今日もありがとうございました。今日はね、報告会でした。ダニエルさんもありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。はい、確定ポーズ確定。はい、皆さんありがとうございました。みんなにたくさん会えますように、頑張ります。あ、ランキング変わった。あ、ゆうかちゃんもありがとう。あまたさんもありがとう。ありがとうございます。よしよし、みんなありがとう。やったね。はい、じゃあ配信終わりたいと思います。皆さんこれからも先輩と仲良くなれるように頑張ります。奮闘します、頑張ります。じゃあ、あと30秒しかない。はい、リハも頑張ります。ありがとうございます。皆さんおやすみなさい。また明日一緒に頑張ろうね。バイバーイ。